散髪しました。わお。バナナマンの日村さんに憧れてたので、日村さんに近づけるように切りました。わお。楽になりました。軽くなったね、髪の毛。わお。なんと最近ね、嬉しいことがありました。チャンネル登録者数がね、3桁いきました。100人以上いきました。最初100人いった時ね、もう感動して実は泣きそうになりました。YouTube をやって2年目になりました。100人ついに行きました。嬉しいです。質問コーナーやります。質問方法はこの動画のコメント欄に1人何個でも OK です。よかったら、なるべく採用するようにしますので、よかったらぜひコメントお待ちしております。それでは、動画見てくれてありがとうございました。次回の毎週金曜日にお会いしましょう。じゃんけんタイム、最初はグー、じゃんけんぽい。私はチョキ出しました。バイチャー。